ことアドバイスチャンネル。はい、やってきました。4月号フォトアドバイスチャンネル、プロフォトグラファー中村美人です。はい、MC の中島あずさです。よろしくお願いします。はい、今日は出だしで名前を間違えなかった。噛まなかったね。ねえ、大丈夫でしたね。はい、4月ですよ。はい。ね、もう春？春。春。桜もぼちぼち咲き始めましたね。なんかね、もうちょっとバッと咲くかと思ったけど、意外とね、あの徐々にだね、徐々にだね、うんうん、感じで、ね、どっか取りに行こうかなと思ってんだけど、ね、なかなか満開にならないんでね。そうなんですよね。うん、でもこう満開になったらみんなこう取り、うん、取るでしょうね。うん、あっち行って取って。ポートレートがほら桜ポートレートとかやろうと思うんだけど、うん、そのタイミングがなかなか難しくて。うん、満開になったらすぐ散るイメージがありますよね。そうそう、それであんまり混んでるところも行きたくないんでね、その辺がね難しいとこですね。うんうん、なるほど。仕事ではさ、逆にその桜を避けて通るからさ、結局ほらね、時期が移っちゃいけないから、うんうん、今もう初夏の、ね、あ、そうですね、ファッションとかね、本のね出すから、うん、なかなかプロカメラマンってそういう意味ではね、桜あんまり馴染みがないっていうか、ポートレート、あー、うん、あえて避けてる。そうそうそう、避けてたから、そう、最近のそういうね、こういう、ね、桜とポートレートの講座みたいなやつはね、うん、楽しいですよ。おお、うん、皆さんと一緒に自分も楽しむみたいな。そう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 、避けなくていいんだみたいな。そっか、そういう苦しみがあるんですね。そうそうそう、ね、4月は結構ね、避けなきゃいけないけどね、辛かった。撮りたいのにみたいな。ね、皆さんにはね、思う存分撮っていただいて ね、 ね。ということでね、はい、今回はそのポートレートの話を、うんうん、はい、うん、していこうかな。まあ、桜じゃないんだけどね、はい、まあ、情景ポートレートって言えばいいのかな。まあ、最近ちょっと流行りというか、うん、まあ、昔からそういうの撮ってんだけどね、昔から撮ってんだけど、うん、最近こういうちょっとストロボがね、クリップオンタイプのこういうちっちゃいストロボがワイヤレスで、ね、使えるようになってきたんで、そういうのをも使った撮り方とか、うんうんうん、あれなんですけど、いわゆる風景とポートレート人物をこう組み合わせて、ね、うん、撮る風景も生かして、そう、風景も生かして、うん、ポートレートも、うんうん、その中にここに女の子がいると、うんうん、なんかあれだよねって、でポートレートとして成立させる、そのポートレート、なるほど。そういったポートレート、うん、そうそう、一応まあ情景ポートレートって言えばいいかな、はい、情景ポートレート、うん、でその中でちょっと夕方 の、 光を利用したやつを、ちょっと紹介しつつ、はい、まあ、なんか行こうかなと思ってます。はい、でさ、はい、まあなんかこうあれだけど、まあ、撮ったそうですね、実は、うん、でちょっと撮ったあどんなものかなっていうのを、はい、まずは軽く見ていただいて、はい、でちょっと1枚目の写真見てみましょうか。はい、はい、ね、これ江戸川の土手で、ね、流山っていうね、ちょっと、はい、千葉県のね、すごいいい町があるんですけども、そこのね土手の上で撮ったあれで、はい、ちょうど日が沈むところでね、うん、まあ、こういうのもいわゆるポートレートなんだけど、そのね、こういう川のシチュエーションを生かして、はい、撮ったやつね、はい、感想は、感想はこんな風に撮れてるんだな。違うんです、撮られてる時どういう風に、その撮る人によって全く違う写真がやっぱり出来上がるので、うん、写真を見て、あ、こういう風に撮ってもらってたんだっていうのが分かるので、それが今蘇ってそういうセリフになって出てまいりました。逆光なんだけど、これはストボじゃなくてね、 LED ライトっていうね、ライトをちょっとね照らして撮ったあれ、ね、うん、だから何でもかんでもストロボじゃないっていうところもね、うんうん、あれ でちょっと次行ってみようか。はい、ね、これもね、ちょっと、埼玉県、そうですね、駒、夕日のね、あれ、はい、まあちょっと木のこのね、後ろから西日が渡ってるのがいいかなと思って、うんうんうん、はい、うん、感想は感想はなんかこの木の影と何、うん、ですか、奥にある柵、うん、柵、うん、のなと私みたいな、なんかバランスが個人的にすごい好きです。まあ、影の部分と、はい、そうそう、黒い影の部分とね、そうそうそう、私っていう、そう、それとこの光が漏れてくる感じみたいなのが個人的に好きです。うん、という私ですね。はい。ね、向こうから馬とかこう覗いてると良かったんだけどね。ね、いたんですけどね、ちょっと馬はちょっと怖くて。次行きましょうかね。ね、これは海、湘南でね。そうですね、もう日がっていうか、まあ、ちょっと曇りの、ね、うん、日だったかな。はい、そうでした ね、 ね、で、海辺で撮って、これは後ろから、ね、ストロボ焚いてますね、海の中にスタンドでポンと、ね、ス
面白かったですね。で撮ったやつなんですけど、だからこういうちょっとあのいわゆる夕暮れから、うん、あの少し暗くなるマジックアワーにかけてぐらいの時間帯に、風景と、モデルちゃんを組み合わせた情景ポートレート、今日のテーマとして行ってみよう。はい、はい、では今回は情景ポートレートということで、はいはいはい、進んでいきたいと思います。で、まあ昔はね、昔からまあやってたんだけど、はい、あの発電機ってあるじゃん、あのガソリン入れてほらあの屋台のおじさんとか使ってる、なんかこれ、これってマスクだと思ってあの後ろのブーブーとか言ってるやつですよね。 ああいうのを実際持ってって、それにその、うん、あのモノブロックストーブとか大型ストロボを電源つないで撮ってたんですよ。へえ、うん、じゃあかなり大掛かりな、フィルム時代はで結構、まあ、大変だったし、うんうんうん、ねなかなかあれだったんだけど、でも最近カメラが、まあ、デジタルカメラになって、まあ、確認できるようになったっていうのもあるんだけど、シャッタースピードがそのシンクロも250分の1とか速いスピードでこういうねあの普通のカメラで撮れるようになったのと、あとあのストロボがあのワイヤレスっつってあのカメラと離して簡単にねこういうのも使えるようになったんで、なかなか今はそれが撮りやすい、ハードルがずいぶんずいぶん下がったのかなと思います、うんうんうん、なのでね、こういうのは利用しない手も、ね、ないし、うんうん、まあ持ってればパパッとね、そういういい風景に出会えればねあれなんでいいかなって、はいはい、なるほど。ということで、ちょっとねあのモデルのちょめちゃんと、はい、ちょっと砂丘に行って、砂丘ってわかるよね。はい、あの砂いっぱいなとこですよね。そう、砂丘に行ってへ、撮ってきたんですよ。はい、あのそれ砂丘がねなんでいいのかっていうと、なんか広くて、うんうんうん、あのちょうどその向こうのあれにこう日が沈むシチュエーションで、うんうんうん、でまあなかなかそのね砂丘でポートレートってこうイメージが湧かないじゃん。今のところ湧いておりません。ね、あのねポートレートってなんか普通綺麗なねとこでって思うんだけど、はい、その砂丘に行って、ちょっと撮ってきたんで、まずちょっと動画を最初見てもらおうかな。はい、でね最初はちょっとストロボを使ってないバージョン、使ってないバージョン、うん、でちょっと動画を見てみましょう。さ砂丘、砂丘砂漠じゃないです、ね、そうそう砂丘です、はい、あの面白いでしょ。はい、うん、あのこれさこの砂丘だけ撮っても面白いんですよ風景で、うんうんうん、ね、うん、でその中にこうねまたこうモデルちゃんを動きながらこう撮るっていうのは今回のね、うん、テーマで、はい、うん、でもうみんなあの 20mm の広角レンズで、うんうんうん、あのなんていうのかな、ポートレートのある意味あの定番の撮り方をある程度無視してる撮り方、うんうん、あのポートレートっていうのは中望遠レンズで撮りなさいとか、うんうん、逆光で撮りなさいっていうふうにもう教科書とか、はい、そういうふうにねしなさいってあの書いてあるんですよ、書いてあるんですよ、僕もまあそう言いますけど、はいはい、聞いたことあります、そうそう言いますけど、それを全部もう崩しちゃって、うん、順光で撮ってるし、うんうんうん、あのその超広角で撮ってるし、うんうん、あの全くその教科書通りじゃない撮り方で、
撮ってます。でちょっと写真をじゃあちょっとまあこれもそのねあの広角レンズで撮ってて、あの太陽のね、西日の光で撮ってます。でこれはもうモデルちゃんの顔がまあ太陽の方に向いてるっていう方向にね、うんうん、撮るとあの色もちょっとほら、ね、赤っぽい、はい、確かに、うん、色になるし、あと順光で撮ってんだから青空ってこうね撮っています。で注意点はそのチョークをかけて撮ってるんで、あんまり端っこにあの、ね、入れちゃうと歪んじゃうんで、あの、なんていうのかな、あの歪まないようにあのモデルちゃんの顔が歪まないように位置に気をつけながら、そうそう、であのこれも歪んでるんだけど、いい意味で歪んでるのは足が長く見える。へえ、うん、そんな利点が、うん、わお、うん、ちょっと次行きましょうか。はい、で次がですね、でまあそれのまあ あのあれなんですけど、横一バージョンで、これはまあ雲の面白さもあるし、うん、でこのちょっと砂丘っぽさをちょっと残しつつ、うんうん、撮って空の色の変わりがいいです ね、 なんかね空の色ね、それをこう見てるチョメちゃんみたいな感じでね、動きながら撮ったやつです。風景とこのモデルちゃんがこうぴったりというか、へえ、綺麗ね。で次行ってみようか。はい、でまあジャンプはまあおまけみたいなの、うん、こんなこともできますよ。そうであのちょっとシルエットで、うんうん、あの撮りたかったんですよ。あのこういうのって空の方が明るいんで、あのシルエットの写真が撮れるんだけども、あのまあちょっとジャンプするとこのね、あのなんていうのかな、まあ、こういう感じで空とシルエットと太陽と私みたいな、いろいろ盛り込めますよみたいな。うん、こんなおまけも楽しめちゃう、ね、それであとほらなんかすごいローアングルで撮ってたけど、うん、あのローアングルで撮ることによってこのなんていうか水平線というか地平線よりそのジャンプと飛んで見えるんで、うん、こう高く飛んでるように見えるし、あとさっき言った足が長く見えるのもこう低い位置から撮ってるから、あ、はい、あのなんていうか見上げるから足が長く見える、うん、あ、じゃあ撮る方もやって飛ぶ方もいろいろ工夫してよりこう高く飛んでるように、そう、ね、そういう撮り方試してみてください。はい、でね、ちょっと続きがあるんだけど、続きはいよいよこのストロボ、はい、登場で、ワイヤレスストロボで、ね、今いろんなメーカーからこういうね発信機が出てるんですよ。ゴドックスっていうね、ゴドックス、うん、ね、とか、はい、あとこのカクタス V6 で、これがどういうものかっていうと、カメラに、はい、取り付けます、はい、で、入れます。そうすると離れたところでこうカメラがね、ストロボが光る、わかる、ワイヤレス、うん、あのこうじゃなくてこう離れたところで、はい、あの光る撮り方で、ちょっと次の動画は撮ったあれです、はい、で動画の中ではこのカクタス V6 と、ニコンの純正ストロボをあの SB910 を、これにつけて、撮ってます。で発信機もカクタスのにして使ってます、まあ、ちょっと動画を そうですね見てもらいましょう。はい、という感じで、はい、ちょっとストロボ編、うんうん、でこれストロボ焚き始めたのはもう太陽がだいぶ低くなっちゃったんで、顔にうまくに西日がこう来ないのと、うん、で逆にそのなんていうのかな、太陽とその人の露出のバランスをあれするのにあのこういうねストロボを焚いていくと、まあ、日中シンクロっていうね、日中シンクロって分かる？分かります、はい、日中のシンクロですよね。はい、はい、ストロボの強制発光、はい、ね、でやってます、はい、ということで、ちょっと、ね、お写真見ていきましょうか、はい、ね、でストロボを光らせてですね、
ストローがこうなんていうかな、モデルちゃんに今スポット的に当たってる写真です。うんうん、で後ろは、ちゃんと後ろの風景をこう生かして、うんうん、日が沈むところを、うんうん、入れてます。はい。はい。うん、なんか雰囲気がガラッと変わりますね。はい。はい。じゃあ次。ああ、これあのそうそう。でいろんな、うん、あのまあ向きによってね、うんうん、あのいわゆるほら大自然が背景なんで、はい、その一番ちょっと面白いところをこう入れていけばいいって感じ。これはストロボ。ストロボも当たってます。だから片方から何ていうのかな、あの写真でこっちからあの光が、明るい側から、これをあのこうやってあの動画で持ってたりとかって、はい、なんとかな、うんうん、こうやって撮ったりとか、あとどっか置いて撮ったりとかしてます。うんうん、で、片側から当たってる感じ。ああ確かによく見るとあれですね、顔のこっち側が明るくなって。うん、でこれなんで正面からこれこう、うん、やんないかっていうと、うんうん、あのまあ普通の状態でも撮れるじゃん、こうやってカメラにつけてさ、パチパチ、はい、撮れますね。でそうすると、うんうん、光が正面から来ちゃうとこれ顔がフラットになっちゃう、あのペッ でいかにもなんか焚きました、うんうんうん、光りました、あの明るく映りましたみたいになっちゃうんで、うんうんうん、あの映るんだけどあの くっきりは映るんだけど雰囲気が台無しになっちゃう、うんうん、これもなんかストロボ、うん、どっから当ててるんだろうとか、ストロボ当てると明らかに眩しい中ピカーって風になると思ったんですけど、うん、こういういい雰囲気な感じ。 そうそう、それでこれ片方からこう離して、うんうん、片方から当ててるからこそこういうなんか立体感とか陰影ができて、うんうんうん、まあ、あの雰囲気がねちょっとすごくいいです。そうなんです。雰囲気であの顔の上の方だけにしかこうちょっと当たってないっていうか、それは確かに、まあ、もうこういうなんかね調整とかで、あじゃあ結構微調整とか、微調整ってほどのことじゃないんだけどね、うん、まあ動画見てはもらってももうなんかもう、うん、あのねこうやりながら撮ってる感じです。だからそういうまあ遊びと言ってしまえば遊びなんだけど、まあ、なるほど、いろんなそのねうん、うん、あの遊び感覚で撮れるっていうところが面白いよね、うん、面白いですね。でもう一個次の行ってみようかな。はい。で当然このほらストロボが離れてるからこれはもう完全に真後ろに置いて、はい、で真後ろなんで何かこう透けるもんがあると面白いんですよ。これさっきムービーにもあった、まあね、うん、で衣装でもいいしあれなんだけど、まあ、今回の衣装そんなに、まあ、あの後ろから光があれなんで、はい、ちょっとあのちょうどこのモデルのちょみちゃんが砂こうなんかサラサラ、はい、あのやめればいいのに風が吹いてて目が目に入っちゃった。痛たたたたたた。どれあのそのね痛みの結晶、ね。そうそうそう。でもこうやってやるとこういうふうになんとかな、砂にこうやって光が当たって、うん、あの綺麗ですね、うん、あのコロイドチンダル現象って言うんだけどね。コロイドチンダル現象。正式に言うとその物理的にはコロイドチンダル現象。コロイドのチンダル現象っていう。コロイドのチンダル現象。うんうん、そうそう。コロイドさんという人が、見つけたチンダル現象という現象なんです。あの後ほど検索していただけたら、そうそう、あの細かい粒みたいなものに光があのこう後ろから当たるとこうやって綺麗に、そうそう綺麗にあの物体が見えるみたいな、うーんっていうのをコロイドのチンダル、これがコロイドチンダル、そうそうそう、賢くなりました、うん、というのを利用した撮り方です、うん、でもう一つはストロボなんで止まるんですよ。こうサラサラサラっていうのがこのピカッてした光で撮ってるんで、うん、サラサラっていうのも止まるのね、あの物を止める力がストロボにあるんで、砂丘ならではですね、これをこうそうだよね、サラサラってね、綺麗、うん、いいですね。ストロボで今何枚か写真見ましたけど全部こう違っていいですね、また、うん、だからいろんなことができる、うん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 、あの決めた、結局ストロボってほら自分で光を操ってるわけだから、うんうんうん、それを向きとかその距離とかでいろいろコントロールできるし、なおかつこの、うん、あのなんていうのかな、夕日、あの夕焼けの時間なんで空もどんどん変わっていくじゃない。変わりますね。昼間だと真空だけだけど、うんうん、あのちょうどそのあの太陽が見えてから沈んで空の色が変わっていく時間帯で、うん、その周りの光も変わっていくのに自分で光をプラスしていくから、うん、1分変わるともう違う写真が撮れちゃうっていう感じ、うん、ちなみにその動画も見ましたけれども、うん、なんか空の感じがちょっと動画と写真で違う気がするんですけど、そうそうそう、うん、実際のだから、ね、雰囲気と違って撮れるのがこのストロボの魅力で、うんうん、写真って光で写るわけじゃん、はい、ね、で普通だとその空の光ってのは定常光っていうんだけど、うんうん、いわゆる普通に降り注いでる光で
普通の写真を撮るんだけれども、うん、それにプラスして自分でこう当てる光のストロボが加わるんで、ストロボの露出で肌の色を出して、ソロをわざとその定常光を暗くする撮り方をしてる。だから夜景じゃないんだけど、まあ疑似夜景って言い方をする時もあるんだけど、ちょっと空が落ちて、ちょっと暗く映るみたいな。でもモデルちゃんはストロボが当たってるから、ちゃんと真っ暗になる、うん、でなおかつその横から当ててるんで立体感が出るっていう、その3つのなんか組み合わせの撮り方。じゃあこのちょっと空の分かる感じ、また何枚か写真で、うん、でこの後ちょっと続きをもうちょっと、はい、だんだんあのね空がちょっと行ってみましょう。はい、はい、どうぞ。暗くなって赤くすごい。これで赤くなればもっとすごいんだけどね。感じでね、はい、なんですよ。なるほど。で、ここのなんか砂丘のいいところは、このほら砂が、うん、風でこうギザ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 、ああいう風にもう最初からそうあれを撮りたかったのね。あれをこう、うねうねうねっていうのを撮りたくて、だからうね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 ってなるところにストロボを置いてる。へえ、ちょっと低い位置からこうなんていうのかな、ここにこういうところ砂丘ですもんね、移行になってるんですもんね。へえ、そうすると寝ちゃうと、ね、モデルちゃんと高さも合うし、これも出るし空も出るし、っていう感じで、ちょっと横になってみたいな、横になっても撮ってみましたと。撮ってみました。で動画でも言ってるけど、空の色がどんどん変わってくるんで、赤くなれ赤くなれって言いながら撮ってるんで、ね、こればっかりはね、自分のそうですね、ね、お天道様の気分次第ですからね、祈りながら、ね、そうそうそう。でこんな感じで、でこれ、あと広角使ったって言ったけど、そういう意味でもやっぱりその超広角レンズが合います、アングル的に、でちょっと広めのこうね、あれを生かしながら、はい、日本じゃないみたいですね。日本じゃないみたいですか、ね、日本ですね。日本でしたね。はい、すごい。そんな感じで、はい、次行ってみよう。はい、次の1枚がで、だんだんちょっと空の色も出てきて、でいろいろアングルこう撮りながら、で実はこれちょめちゃんもうちょっと涙流してる。寒いのと砂がこう頑張ってた、でこれネタっても消せるんだけど、あえて涙はもう逆にそのやっぱり感情の部分もあるんで、やってません。なるほど、ちょっと切なげな、切なげな、切なげな感じで、もう涙入りで、涙入りで仕上げました。さっきのに比べるとちょっとアップ目ですけど、またこれもそうちょっとほふく前進的な感じ。あ、そちら、なるほど、カメラマンがほふく前進で、もう俺も砂だらけで、あ、すごそうですね。すごそうでした。すごそうじゃない、すごかった。なるほど、でこれもストロボがあるんで、ストロボの向きのとのこの顔の向きの関係があるんで、それも含めてのね、表情というか顔。で次行ってみようかな。でだんだんちょっと赤くなってきたんで、そうすると周りも、ね、落ちてきて、本当に空が全然変わってきますね。これちょっと上目から撮ってるんですか。これちょっと上目にしましたね。砂の面をちょっと多く入れてる感じで、それもいろいろね、楽しめますね、いろいろ、流れの中で撮った中で選んだやつで、もう一枚行ってみようか、はい、でこんな感じ でこれちょっと斜めになってるのは、手持ちで撮ってるんで動きながら、ポートレートはその風景だと曲がってくる NG なんだけど、ポートレートは動きが
ね、出るんで、あの、まあ、ほら人間だってまっすぐずっと水平で見てるわけじゃないんで、あの対こうなんていうの、人物撮影の時はもう曲がっちゃってもいいし、あんまり気にしないであの撮っちゃってます。はい、うん、でまあ逆にこのあのね、うねうねの面積にはこのちょっとこう角の部分も多く入ってくるし、まあ、あのたくさん撮ってる中の1枚 でこれがちょっと選んでる時にね、あのうねうねもいっぱい入ってるし、なんか流れがあるし、まあね、表情も含めてちょっと涙ポロリで涙譲れないですね。ちょっとまた違いますね、こう斜めになってるだけで、うんね、うん、なんですよ。だからね、結構ね盛りだくさんですね。盛りだくさんなんで、で最後、最後、はい、まあ、最後というかこれは僕がちょっと遊んでハートを、ね、足可愛い感じのやってで、まあちょっとこれモデル入れようかなと思ったんだけど、うん、あ、なんかでもこのままの方がなんか最後こうなんていうの、アクセント、アクセント、アクセント、アルバムの最後みたいな。カットって言ってんだけど、はい、オフショットだ、あの、ヒュッてこう入るとちょっと面白いじゃん。そうですね。やっぱ雑誌が長いんで、雑誌もほら、もうメインの写真があって、ピュッてこうちょっと、ああ、ありますね。遊びカットが入ってるじゃん。あの遊びカット的な感覚でちょっと、うん、おしゃれな感じがしますね。なんとなくね、ただの、ね、足跡なんだけどね。右下にファイン、なんか終わりってつきそうですね。いい感じに。はい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 、ね、うん。かわいい。だから、こういうのってさ、なんかこういうのも撮っとくと、ね、気づいたもの、あの撮りたいもの の, そのメインのものだけじゃなくて、ちょっとこう遊びでこういうのも撮ってみると、うん、おすすめ、おすすめだそうです。です。いや、盛りだくさんですね。盛りだくさんですね。へ、ストロボ使ったのと使わないのと、うんうんうん、ね、だからまあこういうのはまあできるんで、ちょっとね、うん、面白いでしょ、ね、うん、コドックスいい、ね、なんか見た感じそんなにすごいむずなんですか、うん、全然高くないんですよこれ、うん、これあの1万円ぐらい、1万円ぐらい、うん、まあこれも1万円ぐらい、1万円しないんじゃないですか、へえ、うん、ね、電池入れて、電池入れて、電池入れて、まあ、まあ、カクタスさんだとカクタスもまあ8000円ぐらいで、でまあ 上のストロボがね、まあこれはもう純正のストロボもくっつくし、でこれはもうあのゴドックスっていうメーカーのロボね、ものです。いや結構挑戦しやすい、挑戦しやすいんじゃないかな、へえ、うんうん、なんか結構テクニックっていうかあれがいるからハードル高そうなんだけど、うん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 、まあ遊び的感覚でなんかやってみると そんなにハードル高くないと思う。あのその機材を揃えるという意味では、うんうんうん、これがあればね。で、あとあのもうこっちにはこのゴドックスなんかだともうこっちにはつけないんですよ、はい、僕はもうつけない、つけない、だからもうあのついてんだけど、ホットシューについてんだけども、はい、ここにはつけないんで、こうやってあの三脚につけられるように、あのもうしちゃってるし、あとこの赤いのついてるのもなぜかっていうと、こういうのをこう木に引っ掛けたりとか、こうワイヤレスするときにあのいろんなあの、うん、ね、あのことができる、金網につけてる人とかいましたね、そうそうそう、金網につけたりとかそうそう、なんか引っ掛けてここにストローポンと置いたりとか、うんうん、できるんで、こうやってあれして、あとまあちょっと目立つっていうのは、あの道路にポンと置いたりとかもしてるんで、そうそう、なんか真っ黒なものが置いてあるより、ちょっと赤いものがあると踏まれないで済むとか、あとあのこの蓄光、蛍光の蓄光、はい、これもあの暗闇にポンと置いたりとかするんですよ、うんうん、あの真っ暗の中でライトアップする、はい、それであの電池があるときは光らせばどこにあるか分かるんだけど、なんかいっぱい取って電池が切れちゃってこれが発光しなくなったらストローどこ置いたんだっけってなっちゃうんで、一応あの暗闇の中でもこうなくさないように、なくさないように、まあ、なおかつやっぱりそのポンと置いたときに一応なんかこう光ってるものがあると、まあね、あれなんで、だからまあ、 あのもうそういうワイヤレス専用にこのストロボを使ってます。だからいわゆる純正のその例えばニコンだと SB、まあ、動画は SB910 使ってるけど、あのもうこういうワイヤレス専用で持ってる方が、うんうん、あのいいかな、いいかなっていうか、あの、うん、気兼ねなく使える。あ、まあ確かに、うん、置いてみたり、砂の上だろうが水際だろうが、ポイッと、水際、水際ギリギリとかね、ギリギリとかね、なるほど、なんか面白いと思う。ね、じゃあポートレート出かけるときはちょっとね、うん、こういうのも一緒に持っていくとまたちょっと違うのが、それでこれやると、まあ、またねいろんな使い方がアイデア次第の部分もあると思うしね、皆さん、うんうん、あの一個、ね、手元にその、うん、自分で光るライトがあるわけだから、うん、次第だと、まあ、ただね、こうね、あんまりね、人に行こうとか、ね、当てないように、ね、そう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 、車のわーとか、ね、当てないようにね、そうわーとかならないようにね、こうね、うん、ご自身のね自己責任でね、今日気をつけながらね、より楽しくポートレートを撮っていただけたらいいなと、はいはい、ということで、はい、情景ポートレート、はい、皆さんもぜひぜひ、はい、ぜひぜひ工夫していろいろ撮っていただけたらと思います、はい、は
い、それではコーナー2で、はい、でちょっとメールサポートのコーナーということで、はい、前回このメールサポートコーナーで絞りについてのご質問があったんですけれども、実はその後反響といいまして、絞り分かったけどシャッタースピードも実は知りたいんだっていう方のメールが何件か届きましたので、うん、今回はシャッタースピードについてご紹介していきたいと思います。結局ほら、まあ、あの絞りとシャッタースピードっていうのはすごい関係があって、うんうん、まあ、あとは ISO もあるんだけども、まあ、ちょっと ISO は置いときます、ね、置いときます、露出の3つの要素であるシャッタースピード、絞り、ISO で ISO はちょっと置いときます、はい、で絞りの数字が分かんないって質問だった前回は、はい、はい、まあ、じゃあちょっともう一回おさらいで1から2いい、まあ、1.4 からでもいい、まあ、いい、1.4 2 2.8 4 5.6 8 11、16、22、うん、はい、でその今言った数字ってまあね、こういう昔のカメラのとこ書いたんだけど、はい、ここそれ1個ずれるとどういう関係だった？1個ずれると、うん、光の量が1個上がると2倍暗くなります、うん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 、だから1個その 1.4 から2になると半分になる、光の量が、はいはい、ね、2.8 から4になると光の量が半分になる、はい、ね、だから半分半分半分のちょうど2分の1ずつ光が、暗くなっていく関係、上がっていく数字が上がっていくと暗くなっていく、ね、で逆は、ね、逆は明るくなると2倍明るくなると、うん、あの 5.6 から4にすると2倍明るくなるのね、光の量が2倍カメラの中入ってくると、はい、ね、それが絞り、うん、思い出しました、ね、分かった、うん、はい、全部だから2倍2倍2倍の関係、2分の1 2分の2分の1の関係なのね、はい、で次じゃあシャッタースピード、はい、ね、シャッタースピードこれもねちょっと昔のカメラの方が分かりやすいんで、はい、ちょっと昔のカメラ持ってきました、懐かしので、もうレンズも外しちゃいます、はい、で、裏の蓋も外しちゃいました、外しましたね、はい、で今デジカメがこれが見れないんで、ああの分かんない人が多いんですよ、うんうんうん、で、昔のカメラは、外せてこういうねシャッターむき出しになるん で、うん、でこれがシャッターです、シャッターです、ね、はい、でシャッタースピードっていうのはシャッターのこのシャッターなんて開くじゃん、シャッターだから開く、はい、開く時間のことをシャッタース、開いてる時間、はい、うんうん、開いてる時間のことをシャッタースピードって言います、はい、まあ、こういうふうにね、で、うんうん、で何分の1っていうじゃん、はい、シャッタースピード60分の1と1000分の1って、うんうん、あれは何の何分の1か分かる？そうそう、1秒の60分の1秒ということは1秒があるんです、で1秒っていうのがこれです、はい、ね、1秒シャッターが開いてる、1秒シャッターが開いてる、うん、1秒シャッターが開いてる、じゃあ1秒の光がシャッター開いてる間光が入ってくるじゃん、はい、でその半分の光を入れるときは何分の1にすればいいと思う、うん、1の半分、うんうんうん、2分の1、そうそう2分の1、そう2分の1秒と、でその半分は4分の1、お、今日はいいですね。その半分は8分の1、うん、はい、ね、で次がちょっとややこしくなるので、その半分はえ16分の1、うん、まあ、16分の1ってまあもうここで数字がややこしくなっちゃうんで、カメラは15分の1ってなってます、うん、ね、だから15分の1秒、ね、早っ、ね、その半分は早くないんだけどね、その半分はえ 30?、うん、30分の1、ね、で次60分の1、はい、ね、で次125分の1、120分の1じゃなくて125分の1になる、その辺は結構ちょっとちょっとずつあのアバウトのところなんだけど、125分の1、250分の1、500分の1、1000分の1、1000分の1、2000分の1、4000分の1、まだじゃあもう何も見えない、何も見えない、4000分の1だ、ほら4000分の1、うん、結構いっぱいあります、1秒ほら、あ、長い、ね、1秒長い、できちゃう、ね、長いですね、1秒、すごいでしょ、1秒からその何千分の1っていうふうにできてるんだけど、うんうん、でこの今言った、1秒2分の1、4分の1、8分の1っていうのは、うんうん、今度はシャッタースピードの基本の数字、はい、1秒を軸にして、うんうんうん、それを半分ずつ、うんうん、で全部半分ずつの関係じゃん、はい、2分の1ずつの関係でしょ、うんうん、っていうことは絞りも2分の1ずつの関係だった、はい、思い出した、うん、今ギリギリ頭います、で絞りを2分の1開けることと、うん、シャッタースピードを2分の1遅くするのと同じ関係
なんですよ。ほう。ややこしいかな。頑張ります。全部半分半分の掛けなんで、片方を半分開けたら、うん、あの半分というか一段変えたら、うん、こっちも一段変えるとカメラに入ってくる光の量が同じになる。まあなるほど、うん。片方だけ動かしちゃうと変わっちゃう。そう、片方だけ動かしちゃうと明るく映ったり暗く映ったりする。それが露出オーバーと露出アンダー。暗く映る明るくね、するというのは露出オーバー。で同じ光を入れるときは1個ずれた分こっちも1個ずらすと同じ光が入ってくるんで同じ色して取れちゃう、うん、それが絞りとシャッタースピードの関係で、間の数字は全部それを細かく区切っただけなんで、はい、あのこの2分の1ずつ動いてこのスピードを、うん、あの覚えちゃって、これも覚えちゃってください、覚えちゃって、こっちの方はちょっと覚えやすいかも、半分にしてくればね、数字が分かりやすいから、うんうんうん、分かってきた、はい、でこれが、うんうん、基本で、これを覚えるとマニュアルルスができるようになります。絞り優先で撮ってる方が多いと思うんだけども、うんうん、絞り優先っていうのはこれをカメラが自動でシャッタースピードを動かしてくれるだけ、絞りを1段この今言った数字を1個クリック動かすと、はい、シャッタースピードがそれに合わせてカメラが自動でやってくれるのが絞り優先って皆さんが使ってるやつなんですね、うん、よく聞きますね。よく聞くでしょ、でまあ絞り優先で撮ってもいいんだけども、マニュアルでやれば自分でこのシャッタースピードも、まあ、動かすだけなんで、自分でやればもうちょっとこうなんていうのかな、細かい露出調整というかができるようになるのと、あとコーナー1でやったストロボのああいう撮影は、はい、カメラがほら瞬間光だからカメラがどこ測ってるかわからないから、そこ人間が決めてあげなくちゃいけないんで、決めた方が綺麗に撮れるんで、ストロボの撮影がもう全然楽になります。なのでそれをやるためにもこのシャッタースピードと絞りの関係をまずちょっと、まずは覚えるといいかな、うんうんうん、でシャッタースピードを変える意味、露出のために変えてるんだけれども、はい、シャッタースピードを変えると写真にも、効果が、違いが現れます。なんとなく想像できるし、だったらこれほら1秒だと、はい、1秒だと1秒だとイエーイって動いてるじゃん、動いてるのが見える、はい、動いてる姿が見えるでしょ、はい、でこれ1000分の1にするとさ、1000分の1にするとちょっと見えにくいけど、うん、一瞬じゃん、一瞬ですね、一瞬しか光が入ってこないんだから、うんうん、動いてるものを止められる、その、うん、っていうこの一瞬、そう、うん、ちょっと写真見てみようか、ちょっと新幹線をね、今日来る時途中新幹線撮ってきたんで、新幹線これね、スローシャッター、遅いシャッター、30分の1秒かな、30分の1秒、まあカッシャンぐらい、まあ、こんなもんカシャン、カシャン、カシャン。だカシャンの間にやっぱ新幹線動いてるんで、こうちょっとほら、うん、ブレーカー、ブレーカー動いてるブレーカーってちゃう、うんうん、ね。で今度1000分の1秒、はい、1000分の1秒で撮った写真は一瞬なんでほら止まる、ああ、あれ、本当だ。ね、これがそのシャッタースピードの効果。そのシャッターが開いてる間の時間に、うん、そうそう、を撮ってるか、うん、に像がその映るので。うんうんうん、速いスピードにした方が、止まって映る、うんうんね、じゃあ何でもかんでも止まって映る方がいいじゃないかって思っちゃうでしょ、うん、ちょっと思いかけてますね、うん、手ぶれとかダメだし、そうそうそう、でもそんなことなくて、ちょっと飛行機撮ったやつがあるんだけど、うん、例えばこれ飛行機止まってる飛行機、はいね、これ1000分の1秒、うんまあ、飛行機だから止まってるもんだから、止めた方がいいでしょ、うんうんうん、でもこれを今度スローシャッターって長い間こう1秒とか何秒とかやって撮ると、次こういう写真が撮れます。おこれ飛行機自体映ってないんだけど、飛行機のこの降りてくるこの、うんうん、こう軌道っていうのが、これがこういうふうに映るんですね、映るんですね。これはずっとこの飛行機がガーッと降りてる間ずっとシャッターがこう開けっぱなしになる、ね、開いてる間の光がずっとそう光が入ってくるから飛行機がこう流れてる、こういうのが撮れるんですよ。飛行機の光だけ映ってる、うん、面白いですね。面白いでしょ、うんうん、だからあの遅いのもちゃんと使い方がある、うんうん、まあ、あのいろんなね、あの、うん、有名なのはよく滝をね、あのこう水がバーって流れるのをソロシャッターで、うん、そうやって、こうシャッターを開けることによって撮れる写真もあるし、うんうんうん、で写真っていうのは結局その時間を映し込むコントロールだから、肉眼では見えにくい、うんうん、時間を
切り取るというか写し込むという要素があるんで、うんうん、あのシャッタースピードを変えることによってこうやってあの見える世界と写る写真が変わってくる、うんうん、なるほど面白いね面白いです ね, 面白いねその滝も行って両方撮ってみるのもいいんですか、ね、あそうだねまずは、うん、そうそうね練習としてね、うん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 、でそのためにはシャッタースピードを変えてるんだから、絞りを変えないと同じ明るさに映んないんだ、うんうんシャッタースピードだけ変えたらなんか変だなっていうのはそうそうシャッタースピードだけ変えちゃうといっぱい光が入ってきちゃうから、うんうん、明るく映りすぎちゃうじゃんやってたそれが露出オーバー、ね、で、1000分の1秒で撮るときは絞りを開けて明るい側で撮らないと1000分の1では撮れない、うん、ずっとけばよかったで、こういうふうにスローシャッターにしたいときは絞りを絞っていく、うんうん、どん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 絞ってこの、うんうん、このこれがちっちゃい状態にして、はいね、何秒でそれは全部さっき言ったその半分半分の関係なんで、うん、止めたやつよりもどのぐらい流したいっていうのをやりたかったら、うんうん、その分だけ絞れば同じ明るさで撮れる、うん、っていうことです。なるほどなんか絞りだけ覚えるよりなんか一緒に覚えた方が私的には結構しっくりきましたね。でもう一つまあ ISO があるけれども、うん、まあちょっと3つ一緒に言っちゃうとあれなんで、一つ一つね、うんうん、あれするためにそのシャッタースピードと絞りの関係っていうのはこういうことになってるんで、うんうん皆さんシャッタースピードをね、はい、ねあと手ブレって言うでしょ、はい、手ブレっていうのはあのこうやっぱりこう人間がこう、うん、なんていうのかなこう、まあ、押すときに映っちゃうこのブレなんで、うんうん、それはやっぱりなるべく速いシャッタースピードで撮った方がブレにくい、まあ、125分の1以上で、うんうん、撮ることをおすすめする、はい、125分の1、うんいかがでしたでしょうか、ね、私的には結構すっきり分かりました、ね、こんな感じでもあのなんかね分かんなかったら中古でなんか古いフィルムのカメラ1台買ってなんかこうやってみるとよく理解する今のカメラがやっぱりあの、まあ、よくできすぎてて、うんうんうん、複雑なんで逆にね、うん、であと音であのなんていうのかなシャッター自分のカメラで音で分かるんでその、うん、あのあうんそのそういうのも自分の感覚であのちょっと身につけていくとそうすると撮った時におかしいなって分かる時があるあなんかカッシャンとかがあってあこれはブレちゃうとか、うんうんうん、そういう自分のカメラの音もあの一回自分家でシャッタースピードを動かしながら、うんうん、あのこれが見れないん で,、うんうん、で判断してみると分かりやすいと、はいはい、というわけで今回はシャッタースピードについてをお送りいたしました、はい、メールサポートのコーナーではこのようにこんな質問いいのかなみたいな簡単な質問ももちろん受け付けております、はいぜひぜひ次回もメールサポートのコーナーを楽しみにお待ちください、ねはい、ということではいねね、うん、勉強になった勉強になる、ね、数字がいっぱいこの辺にこうそうですね復習しないと後で5.6 を一つあもうちょっと後半のねこのシャッタースピードとか分かったらあの何でしたっけあの、うん、その何ですかストロボとかの撮影もより楽しめるように、はいうん、ねそうそうそう、はい、そういうことちょっとなるんじゃないかなと思いました、はいこんな感じでね、はいはい、勉強もしつつ、ねまあ、やっていくと、ねうんうん、分かるんで、うん、そういじりながら撮りながらやっていくといいかなと思います、はいはい、ではでは皆さんまた来月に、はいま、来月よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。は